ルドルフ・ミンコフスキルドルフ・ミンコフスキー、ルドルフ・ミンコフスキ、ルドルフ・レオ、ベルンハルト・ミンコフスキー、1895年5月28日から1976年1月4日は、ドイツ生まれでアメリカで活躍した天文学者である、ウォルター・バーデと共に超新星、電波天文学の分野を研究した、スペクトル型の異なる2つの型に新星を分類した。 電波天体の光学対応天体の同定などを行った。ストラスブールに病理学者の息子に生まれた。数学者のヘルマン・ミンコフスキーはおじである。ブレスラウ大学で物理を学んだが、第一次世界大戦の勃発により、兵役に就いた。戦後ベルリン大学、ブレスラウ大学、ハンブルク大学などで働いた。 1933年のナチスの人種法で、1935年教授の職を失うと、アメリカに渡り、ウィルソン山天文台パロマー天文台カリフォルニア大学で研究を続けた。バーデと共に、新生のスペクトル型による、分類、白鳥座 A など電波源の光学対応天体を、童貞に業績を上げた。1951年、 アルバート・ウィルソンと小惑星ジオグラフォースを発見した。ジオグラフォーズイコール 1951RA イコール 1983CY3MPC2021 年9月3日閲覧。ありがとうございます。